なんだろう。イエスはあなたを愛しています。何してるんだ、近寄らないでくれよ。救急車呼ぶか。っていうか、なんか呼吸呼んだ方がいいかもしんねえな。それで検察院の指示でここに冷凍保存されてる遺体を調べに来たの。2時間もかけて。でも奴らは私に許可が出てないって。安置所は封鎖されてたの。マリナがバーに来たぜ。